はい、どうもことです。いつもですね、ブログを見てくださってありがとうございます。えー、今日ですね、家族の時間を大事にしましょうっていう話をしていきたいなと思います、えー。なんで今日この話をするかというとですね、えー、まあ、わか、まあまあ、だいたいわかってると思いますけども、えー、仕事っていうのは、やっぱ家族、家族あっての仕事であり、仕事あっての家族でありって、こう、まあ、どちらを選ぶこともできないんですけども、えー、やっぱり、あの、仕事でですね、 成果を出して、その見返りとしてお金が入ってきて、で、それを、えー、分かち合うっていうのは、やっぱり自分の身近にいる、えー、家族とかだと思うんですね。ただですね、やっぱりそこをやっぱ忘れて、えー、いやいや、家族のために、家族のために仕事してるんだって言ってですね、えー、仕事だけをですね、優先してですね、こう、家族の時間がこう、ないがしろになってしまうみたいなんですね。 お尻がちな人がこうやっぱ多いなと。まあ、僕自身もそういう時それとたまにそういう時ありますけども、やっぱこう気をつけたいなともう部分もあってですね、今日はこの話をしようかなと思ったんですけども、あの、まあ、ね、仕事あっての家族、家族あっての仕事なんですけども、えー、どうしてもですね、こう仕事がこう、バタバタして、えー、多くの仕事をこなすようになるとですね、時間も足りないし、えー 精神的にも肉体的にもやっぱこうしんどくなってくるでそれが結局、えー、家族にこう八つ当たりしてしまったりとかいろいろこうあると思うんですけどもまあそのまあそれもそれしかないんですけどただですねやっぱりその何のために働いてるかっていう部分もちろんそのお金稼ぐのもそうなんですけども、えー、そのかお金を稼いでもそのお金をですね自分を一人で使ってもやっぱりこう 楽しくない、まあ、楽しい時もありますけどたずっとそれじゃやっぱ楽しくない誰かと分かち合うっていう、ね、やっぱ人間ってそういうところがあるので、えー、誰かと分かち合うっていう部分がやっぱ大事なのかなと思うんですけどもそれがやっぱ家族だったりするわけですねでですねやっぱその家族関係がうまくいってないとやっぱ仕事もうまくいかないっていう、まあ、経験上そうなんですけどもじゃあまあどうしたらいいかっていうとやっぱこう少しでもですね時間を取ることですね まあ、毎日1時間とかって、えー、ゆっくり話をする時間、まあ、取れないかもしれませんけども、やっぱり、あのー、うん、2、3日に1回はですね、30分でもいいし、1時間でもいいんで、こう、ゆっくり話をする。話を聞く時間。自分の話を聞いてもらう時間っていうのはですね、少しでも、まあ、電話でもいいし、直接会って話してもいいし、なんかこうですね、1週間に何回かはそういう時間を作って、 信頼残高っていう話もありますけど、えー、関係ですね。えー、自分はその家族のために、家族のためにって言もあうすけど、家族あっての仕事っていうのですね忘れないようにですね、えー。少しでも時間を取って、そ、え、う、ー、いう、えー、自分の唯一のやっぱ見方ですよね、家族っていうのは。っていうのを大事にしてですね、仕事にさらに励んでもらえたらなと。 思います。まあちょっとこう、まあ当たり前っちゃ当たり前の話なんですけども、やっぱちょっとこう、身近にいるがゆえにこう忘れがちなので、まあ僕も自分自身のことも含めてですね、えー、改めて見直してみたいなと思うんですが、ぜひあなたもですね、えー、家族との関係ですね、えー、家族あっての仕事っていうのを忘れないようにやっていってもらえたらなと思います。じこんな感じで今日は打っていきたいと思います。ではまた。